はいどうも、アザラシです。今日はね、野菜の苗を植えていこうと思います。ホームセンターで昨日買ってきた。もう乾いてるから昨日のうちに植えた方がよかったんだろうと思う。これピーマン、ちょっと唐辛子で、鷹の爪って書いてある。間違えたなあ、シシトウ買ってくるつもりで唐辛子買ってきてる。唐辛子2つあれ、トマト、ミニトマト1つで安かったんで、ナスビいっぱい買ってきました。100円の長ナス、これをね、4つ買ってきたんでね、全盛期には多分麻婆ナスがめちゃめちゃ食えるところでしょ。で、スイカ、先でスイカが植えたかっただけ。スイカが2つ。こっちは大玉スイカだけど、黒いやつで100円で、ちょっと苗が弱ってんでしょうね。100円のやつと100円でないやつ。ナスが4つ。で、これピーマンかな。ピーマン。ということで、ピーマン2つ、ナス4つ。トマト、ミニトマトで1つ。トマト、ミニトマト1つずつ。唐辛子2つという構成で植えていこうと思います。ここにスイカ。これが本命、今回の買ってきた苗たちの本命スイカです。本命スイカ、島玉。ちゃんとでかいのになればね、一つで1980円ぐらいの価値があることでしょう。一玉でね、さっき紹介した全ての苗合計でも1500円ほどなので、スイカ一つで元が取れる。しかし現実は甘くない。次行こうか。スイカの横の広々したスペースを使ってナスを4苗植えます。アザラシは農学部を出てますが、農学部だけど水産系なので、農学の知識は、いわゆる農学の知識はないというね。ナスは一年中取れる上に結構強いから、畑に植えておいて損なしって感じか。今までなんか安い苗でも関係なく大きくなってるんで、高い苗買う必要ないのかなというね。たくさん植えときゃその分たくさん取れるから、1年通して。ナスはね、いいね。ピーマンはこっち側サイドですから、ちょっと少し離れたエリアに2つほど入れましょう。はい、こっちかな。鷹の爪。よし、オッケー。このスペースにミニトマト、中玉トマト。ミニトマトと中玉トマトを植えていきます。いや、ミニトマトこっちだな。ミニトマトはね、もう食卓に並ぶ前に畑のまま積んで食っちゃうので。トマトはね、結構難易度高いですね。水が来るとね、パカッと割れちゃって失敗なんてよくあるので、トマトはね、一番難易度高いんじゃないかな。この辺のイージー作物の中では。また水まいて終わりだね。